みんなごめんね。みんなに黙ってたことがある。落ち着いて聞いてね。みこ、実は、もう爆発しちゃうんだ。本当はみんなのこと巻き込みたくなかったんだけど、みんなと一緒にいたくて。でも、やっぱりどこ行くにも、みこぴーと一緒がいいなんて思ってるから。離れて。みんな、いつも一緒にいようね。どんな時も一緒にいるって言ってくれたよね。あの時の猫、すごく嬉しかった。ちょっと離れてもらっていいですか？ダメだよ。猫ピンのこと、殺さない。いつも一緒だよね、猫ピン。あれ？猫ピン？声がしないな。どうしちゃったのかな？疲れちゃったのかな？それじゃ仕方ないよね。みんな、これからもずっと一緒だよ、猫ピン。